皆さんこんにちは。リーゼントにサングラス姿。1970年代から80年代の刑事ドラマでの演技は女性だけでなく男性をも虜にしてきました。まさに男が惚れる男とは柴田恭兵さんのような人を指す言葉なのではないでしょうか。そして関係ないねのセリフといえばやはり柴田恭兵さん。この関係ないねというセリフは1980年代のポッカコーポレーションの缶コーヒーの CM でのものです。田代正史さんや木梨憲武さんがこのフレーズを多用したことでやがて柴田恭兵さんの代名詞のように広まっていきました。今回は柴田恭兵さんの現在やあまり知られていない家族についてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは柴田恭兵さんのプロフィールからご紹介します。本名柴田恭兵、生年月日1951年8月18日、出生地静岡県清水市、身長176センチメートル、血液型 AB 型。柴田恭兵さんは日本大学経済学部を卒業後サラリーマンをしていたこともあるそうです。1975年に東京キッドブラザーズという劇団に入団し芸能活動を開始します。その年の6月にはミュージカル10月は黄昏の国でデビューを果たしました。デビューから2年後の1977年には松田優作さんが出演する作品を多く手掛けた映画監督である村川徹さんの推薦を受け大都会パート2でテレビ初出演を果たしています。続く1978年のドラマ大追跡には滝本刑事役で出演。これが連続テレビドラマでの初レギュラー作品となっています。1979年には赤い嵐で連続ドラマ初主演を果たします。同年の俺たちは天使だで一躍脚光を浴び人気を定着させました。俺たちは天使だでは沖雅也さんが主演を務め柴田恭兵さんはディスコで働いていてダーツが得意な入江正蔵を演じました。活動開始から順調にキャリアを重ねてきた柴田恭兵さんですが大ブレイクするきっかけとなったのは危ない刑事と言ってよいでしょう。舘ひろしさんとのダブル主演で話題となり柴田恭兵さんは大下裕二をスタイリッシュに演じたことで社会現象といえるほどの一大ブームとなりました。このドラマの大ヒットで一躍有名になった柴田恭兵さんですが舘ひろしさんとのダブル主演ということで柴田恭兵さんも石原事務所所属と思っている人も多いようです。しかし柴田恭兵さんは石原事務所に所属したことはありません。2000年に主催者の東豊さんがお亡くなりになり団体が活動停止となるまで東京キッドブラザーズに所属していました。現在は柴田恭兵事務所という個人事務所の所属になっています。そんな柴田恭兵さんの愛称といえば恭様。ワイルドさのある風貌の中にもスタイリッシュな品の良さが共存している。どこか近寄りがたい雰囲気を持っている柴田恭兵さん。恭様というのはまさにぴったりの愛称ですね。この恭様という愛称をつけたのはダブル主演を務めた舘ひろしさんだというのはご存知でしたか。危ない刑事で共演した時に命名し今も柴田恭兵さんのことを恭様と呼んでいるそうです。危ない刑事で共演していた中村徹さんとは親交が続いており同じく共演者のベンガルさんとは同学年で誕生日は1日違い同じ日本大学の出身だそうです。こうして柴田恭兵さんの代表作となった1986年に日本テレビ系列で放送された危ない刑事ですが2016年に映画さらば危ない刑事でシリーズが完結しています。危ない刑事は再開発を間近に控えた横浜を舞台に神奈川県警港警察署捜査課の刑事コンビ高子と高山俊樹舘ひろしさんと裕二こと大下裕二柴田恭兵さんの破天荒な活躍を描いた刑事ドラマです。現実離れした銃の使い方や格闘戦などのアクションシーンに加えてまるでトレンディードラマを思わせる軽妙な演出と都会的なファッション性などを前面に出した作風が特徴です。当時は若年層を中心に社会現象的なヒットとなり足掛け30年にわたって劇場映画などのシリーズ展開が行われています。テレビシリーズは基本的に1話完結型ですがシリーズの横軸として広域暴力団
銀星会との構想も描かれています。各回につけられるサブタイトルは必ず二字熟語となっているのも特徴です。余談ですが、危ない刑事シリーズではご法度とされていた演出があるのはご存知ですか。主演の舘ひろしさんによると、このドラマでは刑事物特有の悲壮感を常に否定していきたいとの意向で、レギュラー出演者の殉職展開は一切なく、主人公二人も過去何度も生命の危機に瀕する事態に陥ったが、毎回何事もなかったかのように復活し、さらに復活の仕方がどんどん面白おかしく描かれるようになっていったそうです。こうした演出もあり、およそ30年にもわたって続編がリリースされてきたというのは、この名コンビが時代を超えて人々に愛され続けてきたという証拠でしょう。そんな二人の貴重な初対面の印象についてのエピソードをご紹介しましょう。若い頃は尖った印象があった柴田恭兵さんと舘ひろしさん。当時は20代後半から30代と若く、ギラギラとした感じもありました。そのため最初は互いにあまり好印象とは言えなかったそうです。しかし仕事を進めていく中で、徐々に互いのことを理解し合い、唯一無二のコンビとなっていったと語っています。舘ひろしさんは、最初はやりにくい役者だと思ったね。でもやがて自分が嫉妬していることに気づいた。軽い芝居、スピーディーな芝居、キレのいいセリフ、僕にできないことができる人だったと当時を振り返っています。まさに男が惚れる男を物語っているエピソードですね。そんな柴田恭兵さんには二人の息子さんと一人の娘さんがおられたそうです。柴田恭兵さんは最愛の息子を亡くしているという報道がありました。亡くなったのは次男とのことなのですが、原因は一体何だったのでしょうか。ここからは少しご家族についてお話ししたいと思います。柴田恭兵さんは1983年に元モデルの女性と結婚しました。現在は柴田恭兵事務所の社長を務めているそうです。その後1984年に男の子が、1987年に女の子が誕生しています。ですが柴田恭兵さんの子供は2人だけではありません。結婚した女性は再婚であり、連れ子の男の子が1人いたのです。つまり柴田恭兵さんの子供は男の子が2人に女の子が1人の3人となります。柴田恭兵さんはプライベートについてあまり語らないことで有名です。そのため情報がないのですが、息子さん2人の名前は明かされていました。柴田恭兵さんの長男の名前は智弘さん、次男はあゆさんというそうです。プライベートを大切にし、俳優としてのイメージを守るためにもあまり多くを語らない柴田恭兵さんですが、さらに詳しく調べてみると息子たちの名前の他にも分かったことがあります。柴田恭兵さんは2004年に次男のあゆさんを病気で亡くされていました。あゆさんは喘息の持病を持っていたと言われており、喘息の発作と心臓発作を併発したことでお亡くなりになってしまったそうです。あゆさんは九州芸術工科大学でコンピュータ音楽を専攻しており、現地で一人暮らしをしていました。一人暮らしをしていたために発作を起こしたことに気づかれることなく亡くなってしまったようです。あゆさんと連絡が取れなくなったことを不審に思った友人が、あゆさんの自宅を訪ねたところ、亡くなっている姿が発見されたそうです。柴田恭兵さんの娘さんに関してもやはり一般人ということで情報はありませんでした。柴田恭兵さんは176センチメートルの身長に整った顔立ち、奥様も元モデルとのことですから、娘さんもきっとお美しいのではないかと言われているそうです。柴田恭兵さんの趣味は野球だそうで、オフの日には草野球チームに参加しているそうです。多い時には4チーム掛け持ちしていたそうで、さらにはゴルフもシングルプレイヤーの腕前だそうです。1994年には関西テレビ放送制作のチャレンジャー柴田恭兵僕の夢が叶う瞬間という番組の企画で、アメリカ合衆国独立リーグのチームアレクサンドリアエースの入団テストに挑戦。合格とはなりませんでしたが、チームの特別の計らいで1日だけの契約を結び、プロ野球選手として1試合だけですが公式戦に出場を果たしています。その時の成績は4打数2安打1盗塁です。所属している草野球チームにおいては、柴田恭兵さんは若手にあたり雑用も率先して動いているとのことです。一時期に比べるとメディアでその姿を見かける機会が減った柴田恭兵さん。柴田さんは2006年7月に初期の肺がんであることが発覚し、
すぐに摘出手術を受けています。その後は自宅療養を行い、12月にはドラマハゲタカの撮影で現場復帰を果たしています。いかがでしたか。柴田恭兵さんは肺がんが見つかったことで禁煙を決意するなど健康に気を使うようになっているようです。すでに70歳を超えており、一時期に比べると確かにドラマや映画に出演する機会が減っていますが、渋い演技でまだまだ作品に出演していただきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。